結局はやっぱり単品商売のね業態寿命っていうのはむちゃくちゃ短いと思いますよ。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回はね伊藤さんとちょっとこの記事がありまして、IT メディアの記事なのかな、久保田正樹さんって割と有名なライターの方の記事で、まあ、ブームから大量閉店っていうのは宿命なのかっていうテーマでね記事が書かれてて、まあ出てくるのはもう野上とかのこの高級生食パンとか、あとはワタミの唐揚げの天才の例とか、いきなりステーキの例とか。唐揚げの天才がブームだったかっていうと、まあ唐揚げブームではあった。ではまさに高級生食パンはこれブームだったよね。いきなりステーキもまあブームあったと。で結局ブームになる、大量に店ができる、ブームが終わるっていうのは宿命なのかということについて書かれてる記事なんだけどね、はい、野上はね文春オンラインの記事とかでこの頃取り上げたけど、僕はねこの高級生食パンについては随分長持ちした方だと思ってんだよね。7年ぐらいですよ。確かに7年って聞いたら割と続いてますね、うん、最初やっぱり野上が出てきた時7年続くとは思わなかった。文春オンラインの記事によれば、はい、最後の3年ぐらいはもうボロボロなんだけど、にしても4年ぐらい続いてるわけでしょ。だからこれはやっぱり最初に野上に入った人は儲けてると思うんだよね。でまあいきなりステーキは、まあ、あれはまあブームっていうか作りすぎて自社競合したわけでしょ。で、まあ、最近で言えば、まあ、ここは我々も関わる部分だけど、無人もやっぱりブームってとこはあった、はい、おそらく淘汰されていくと本当の無人しか残らなくなっていくと思うんだよね。こう考えていくとでもね、やっぱりこの久保田さんの記事自体は結論的にはどういうことを言ってるかというと、日本っていうのはもう人口が減少してるわけね、はい、だからもう同じ店がどんどんできてそれが成り立つという時代じゃないっていう、そこと紐づけてる。昔もう人口がどんどん増えていった時期っていうのは、ね、やっぱり似たような店がどんどんできればお客が増えていったっていう時期もあるけど、もう今や人口が減っていくわけだから、もうこういうその大量出店っていうのをするようなブームっていうのはブームになればなるほど短くなるというね、そういうことをまあ言われてるんだね。人が減ってお店が増えたら1店舗あたりの売り上げって、まあ、単純に考えたらちょっと厳しいものがありますよね、うん、で、まあ、なんとなくね想像力が豊かじゃないと、はい、人口減少つったって徐々に減ってんでしょと。それと店がたくさんできるなんてのは、これは人口減少はこうマクロな感じで、店がたくさんできるのはミクロな話だから、そこは分かんない人多いと思うんだけど、でも絶対これがやっぱりね時代の感覚としてあるんだよね。僕が若かった頃とかに同じような店がどんどんできる、これ当たり前じゃん。要するに真似っていうのは当たり前だったら真似パクリっていうのは、いいものが出たら真似パクって同じようなのがたくさんできていくっていう。だって当時はだから真似パクリはしたみたいな感覚なかったからね。松下電器ってのは真似した電気とか言われてたわけだから、要するにソニーっていうのは独創性があると。松下電器は基本的に何かが当たったものをそれを大量生産する、まあ、それを飲食店チェーンに当てはめてみればもうそういう時代じゃないよということなんだよね。だからやっぱりこのいきなりステーキ、高級生食パン、まあ、あとは飲むわらび餅なんてもその後続くのかもしれないけど、結局はやっぱり単品商売のね業態寿命っていうのはむちゃくちゃ短いと思いますよ。だから今回もいろいろ考えるけど、逆に言えばお家でお肉とかってな単品じゃないじゃない。複数の商品でしょ。24だってそうじゃない、はい、デザートっていう中で単品じゃないじゃない。だからそういうことでいうと単品っていうのはね、今はやっぱりすごくいいよいいよって言って売り上げとかも山本さんが毎日公開してて、うなぎのナルセとかあるじゃない。やっぱ今非常にいいよね、売り上げ見てると。だからいい店なんだと思うんだよ。うん、うん、じゃああれが3年続くのか5年続くのか10年続くのかってさっぱりわからない。早ければ本当に2年で終わる。だから2年で回収するとかが大事だっていう話なんで、うん、どんなにいい店だとしても5年続くというのは考えられないみたいな感じだよ。飲食の場合、ね、飲食は特にだね。だから正直努力でどうにもならない部分があるぐらいの話だと。とはいえ大量閉店してたとしてもその前に回収できてたらまあ問題はないです、うん、だから逆にどんどん回収は短くなっていってるんだよね。米田コーヒーってなって今でもホームページ見たらうまくいったら6、7年で回収できますかってあるからね。すごいよ、長い話ですよね、うん、だからうまくいけばですよね。まあそういう仕組みがありますと。だからうまくいかない場合はもっとかかるってことでしょ。そうですね、うん、堂々とホームページに書いてあるからね。でもそういうものはもうリスクがある。だから3年とか2年で回収っていうふうになったら、それを早めでいけば回収した後落ちていくのがまあしょうがないじゃないかっていうことでね、まあそういうことでこの今回の久保田さんの記事ですけどね、ブームから大量閉店の宿命、ある程度宿命でしょうね。やっぱ流行ったら終わり早いっていう、まあその中で本当に残っていくのは難しい。それはもう日本のこの縮みゆく日本のね人口構造の中にあるよっていう話でした。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒とね交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。